おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日からこちらの小倉星 S、やってまいりたいと思います。なんだかとても優雅な BGM で始まりましたので、このような始まり方をさせていただきました。なんとですね、小倉星はエピソード4でずっと更新が止まっていたのですが、本当に本当に最近、8月13日にですね、小倉星 S がリリースされました。おめでとうございます。以前ですね、クラウドファンディングをガランテさんがやっていらっしゃいまして、私それに参加いたしまして、なんとね、念願かなって小倉星 S リリースされました。やっていきたいと思います。とても嬉しいです。そろそろこれやめます。初めからいや楽しみ。ここは私立羽里高校、古びた校舎内のとある子。おー、 BGM がいつもと違うね。いやー、ウキウキする。古びた校舎内のとある部屋。この忘れられた場所にひっそりと集まる学生たちがいる。彼らこそ秘密組織小倉星のメンバーなのだ。源氏、カンタ、リポリン、メグ。今回の騒動は彼らの雑談から始まる。そういやさ、リーダー。何？最近夜な夜な怪しい光が点滅してるの知ってるかい？光って、どこで？ほーら、この丘の先にある鉄塔の上でさ、ピカピカピカーって点滅してんの。やだな、怖いな。あー、そういや光ってたような。なんかさ、カンタ君の声をやるのがさ、エピソード4でほとんどなかったから、すごい久しぶりな感じでちょっと違和感がありますね。私も気づいたわ。ありゃあ、みんなもあの怪奇現象を目撃してるわけだ。そんなの自己避けでしょ？どの鉄塔だってついてますよ。いやいやいや、ピカピカピカーって不規則に光るんだよ。そうかな。ただピカッと光るだけだと思うけど。空気のせいで、かすかに瞬いているように見えるのかしら。ほら、また何でも霊に見える先輩の癖が出た。おお、ほんとなんだよ。じゃあ今日行ってみようっと。確かめてあげます。危険だよ。リーダーも行きます？僕は興味ないね。そう言うと思った。ここの秘密の入り口を抜けてっと。そうだ、証拠にビデオに撮っとこう。ビデオカメラって言えば放送部のあの人、池袋里穂。放送部でビデオカメラ借りよっと。2階の渡り廊下を渡ったとこ。2階の渡り廊下を渡ったとこ。遊び方その1、基本操作。これは大丈夫です。オッケー、向かおう。いやー嬉しいなー。なんかずっとさ、最近までさ、小倉星やってたとはいえ、もうだって何年も前の作品なのでね、これがもうだって2021年に新作が出るなんて思わないじゃないですか。もうこれ私のために出たようなもんですよ適当こいてます。さあ、タマちゃんに用があってきましたね。さあ、タマちゃん、こんにちは。代々木タマ先輩いますか？あら、リポリンちゃん、どうしたの？ビデオカメラ貸してください。何か撮影するの？光る霊を撮ろうと思って。え？なるほど、鉄塔の光ね。私も見たけど気にしたことなかったわ。カンタ先輩の目を覚まさせるのも後輩の私の役目。あら、優しいのね。いいわ、その優しさに免じてタダで貸してあげる。やったー、明日返しますんで。じゃ、あの光確かにちょっと怪しいわね。じゃあ行こっと。学校出なきゃ。え、学校出るの？学校出たことないよ、まだ。すげー、そんな要素も新しくあんの？鉄塔ってどこだろう？ウキウキする。鉄塔って山奥だから急いで行かなきゃ。鉄塔のふもと、うわーさてっと、光光っと。あ、ほんとだ。なんだろう、ちょっと光って消えた。お、また光って。やっぱり魔除けか飛行機除けじゃない？まあいいや、
これでカンタ先輩も納得するでしょ。じゃあ帰ろうっと。来ないな。誰だろう。そして翌日。え、誰だったんだろう、来ないなって言ってたの。カンタ先輩、ほらこれ見て。なんだよリポリン、まさか例の光じゃなくて例の光。ふぅ、嫌だな、怖いな。怖くないですよ、ほらやっぱり先輩の勘違い。ほらほら、点滅してるじゃないの。ねえ、光ってるだけじゃないですか。ねえ、リーダー。どれどれ、ほんとだ。けれど、かすかにちらついているように見える。そりゃカメラで撮ってますから。長く短く、点滅を繰り返し繰り返し。人玉だよ、これ。強情だな、先輩。証拠を見せられても認めないんだから。いやー、でかしたよリポリン、こりゃ確かに心霊ビデオだよ。もういいや、タマさんにカメラ返してこよっと。あ、ちょっとリポリン、そのテープを。カンタ先輩、強情なんだから、放送室にカメラ返しに行こうっと。これ今話しかけ、おお、話しかけられる。エピソード4だとね、誰にも話しかけられなかったんだけどね。嬉しいね、なんかこういうの。あれ、さっきまで誰もいなかったような。君、いたっけ。いや、こっから出てきてるからね。タマちゃん、ビデオカメラ返しに来たよ。タマさん、ビデオ持ってきました。早かったのね。というわけで、カンタ先輩ってば何見ても霊だって言い張って。どれどれ？ね？ただの光。スローで。ちょっと待って。点滅してるわ、これ。え？間違いない。点滅してる。ものすごーく早く。本当ですか？あれ？これは、とにかくカメラは返しましたよ。じゃあ。リポリン全く興味ないじゃね。あ、やっぱりただの鉄塔のライト。期待して損した。これね、人替えしましょう。オッケー。あー、でも全部カタカナになってるね。とりあえずじゃあセーブしましょう。入る位置。はぁ、でもまだことの葉は手に入ってないね。じゃあ、タマちゃん。ただの光でもないような気がするのよね。カンちゃんに聞いてみようかしら。この光気になるわ。ちょっと調べてみよう。カンちゃん、体育館裏にいるかな。そういえば、タマちゃんってカンタくんのことカンちゃんって呼ぶんだよね。前回のさ、前回っていうか、そのエピソード4のさ、終わりの時にさ、カンタくんのことを呼んでた人がいたけど、その時カンちゃんって呼んでたよね。それ、タマちゃんだったのかな？カンちゃん、ちょっと。おー、タマシ、どうしたのさ。リポリンちゃんが言ってたんだけど、鉄塔で光ってるって。わー、人玉、そうなんだよね。私もテープ見たの。確かに点滅してたわ。でもよくわからなくて。ね、ね、点滅してるでしょ？不規則に。でさ、ちょっとその点滅具合を記録してほしいのよ。はぁ、あ。ここにテープあるから、見て。ほら、ピカピカーと。こんな感じで。すごいわ、カンちゃん。撮影されてないコマの間まで見えてるのね。え？ああ、そうか。スーパー視聴覚能力の持ち主だから？すごいね。やっぱり。カンちゃん、これ。いいでしょ？というよりメッセージね、これ。モールス信号よ。モールス？それ何なのかに。短い信号と長い信号を組み合わせて文字を作るの。電信で使うことが多いけど、光信号でも使えるわ。で、そのメッセージがこれ。
私のところに来て。遊び方その3、ことの葉ゲット。オッケー。ふわりだ、霊界のメッセージだよ。どうかしら、霊ってモールス更新するのかしらね。誰かが信号を送ってるのね。きっとまた面白いことが起きるわ。いいね。カンタくんの名前長いからめっちゃちっちゃい文字になってるよ。お茶の水カンタ。これ変わってないよね、多分ね。現在捜査人物のやつ。よし、じゃあ、カンタくん。でも分かってすっきりしたわ。きっと誰かのいたずらね。ありがとう、カンちゃん。魂は気にならないのかね、このメッセージ。ことの葉を使う。オッケー。あれね、私のところに来て。いやー、呼ばれてるんですね。行かなきゃね。やっぱり私が行かなきゃいけないんだよ。じゃあまあ、カンタ君はね、霊が見えるからね、行こうね。本当に行くのかい、一人で。ああ、来ちゃったよ。でも、霊が呼ぶからしょうがないね。私のところに来てなんて、もし霊界に連れて行かれたら。うぃ、点滅してるよ。あれ、ビデオ映像のと違うような。この点滅何を意味してるんだろうね。ん？誰かいんの？うぃ。やった。誰だ？うわあ、すごい。あ、羽根子のやつじゃん。何してんの？霊を探しに来たりしてね。ここ霊いんの？マジで？いや、人玉が点滅してメッセージ送ってるってね。なんて？私のところに来てとか、なんとか。それさ、どうやってわかった？点滅を書いて、見た通りを。え？じゃあさ、見て点滅って気づいたわけ？目で？いい、それでここに。ねえ、足、神前図地下。あんたは？足だって、今時っ子。私も最近ふざけて、ツイッターとかで足って書くことあるわ。お茶の水カンタだけども。お茶の水か。覚えとくわ。これから二人でどっか行く？もう日も暮れるし、霊が出るんで行っちゃった。さすが羽子。つまんね。私、もう帰るんで、さよなら。こんなところに上司が一人でいるわけないんだよ。怖いな。なあなあ、足どう？行けてるっしょ。いいんじゃないですかね。そのダボダボの靴下はどうかね。あ、じゃあいいんじゃないですかね。私ダボダボのあのルーズソックスっていうのは結構好きだったんですね。しょ？アーシファッションセンス自信あるし。はぁ、あ。帰るか。あれ？これ帰れないの？あ。私だって、ウケる。やっぱり霊だよ。霊界に引きずり込まれるとこだったよ。霊界に引きずり込まれるとこだったよ。そして翌日。さてと、私はまた霊を探して。あら、ああ、リポリンか。先輩、大変！うぃ、先輩を狙って殴り込みが来てるって。私見てきてあげます。ちょ、リポリン。危険だよ。私知らないよ。ああ、リポリンか。あの子じゃない？その、神前図地下って人じゃない？神前図って初めて聞いたけど、それも駅名なのかな？校内から殴り込みなんて誰が来たんだろう？地下ちゃんでしょ、多分。あ、いた。ちょっと、邪魔なんだけど。君勝手に入って何しに来たんだ？用があって来たんだけど？んだよ、関係ねえじゃん。ちょっと君！おーい、お茶の水！あーしが来たよー！
なんか先輩とは全然接点なさそうな人だな。またカンタ先輩ってばトラブル持ち込んで。なんか気に入られてんね。あーしが来たよ、お茶の水。あー昨日の例の声が。どうしよう、取り憑かれちゃったよ。ここでおとなしく隠れてた方がいいね。あ、飯田橋メグ、メグちゃん。カンタ、あの子は誰？ここの生徒ではない。また何かが起こるのね。あ、帰れるね。神前図近。めっちゃいい。ビジュアルめっちゃ好きなんだけど。めっちゃ太ももちょうど良くない？めっちゃイチイチじゃない？おかしいなぁ。羽子だって思ったんだけど。白昼堂々勝ち込みとはいい度胸だ、娘。出た、永田くん。あ？なんだよ、てめえら。変な格好して。我らが絶対領域の他校の女子を踏み出せるわけには、我らが絶対領域に他校の女子を踏み出せるわけにはいかぬ。この学校変じゃね？こんな奴いんのに誰も突っ込まねえの？なんだこいつら、お茶の水の立ち？なあ、じゃあ、現在捜査人物読みますか。白輪のギャル、神前津地下。白輪高校2年、メイクもネイルもバッチリ。自他共に認めるポンキュッポンだよね、やっぱりね、そうだよね。最強アイテム、ルーズソックス。染めた髪の毛、星のピアス、胸当てなし。スカート2回折り。あ、胸当て、あるよね、なんかあの三角の部分。あれないんだ、確かに、谷間見えとる。めっちゃいいじゃん。じゃあ人変え、リポリン。ちょっとちょっと、あの人たちが出るとややこしくなるのよ。しょうがないな、もう。私が出ていかなきゃ。私、カンタ先輩のこと知ってますから。え、そうなんだ。チカちゃんの声だ、どんな感じだったっけ。そうなんだ。じゃあ連れてってよ。あ、逃げたぞ。我々の勝利だ。というわけで、連れてきました。何しに来たんだよ。アーシさん、お茶の水のことが気になってさ。だってアーシの信号を読んだんでしょ？それはその、魂に言われて。魂？あれ、この人先輩の知り合い？まさか。確かにね、そんな風には見えないよね。じゃ、タマちゃん。あの光信号の正体、カンちゃんが連れてきてくれたよね。行こう。こんにちは。私よ。私がカンちゃんに信号を読んでもらったの。神前津さん。チカだよ。あんたが魂？カンちゃんによると、あなたが信号を手動で送ってたらしいけど、本当？まあね。なんだ、魂が読んだんだ。ちょっと今やってみてくれない？これで。ほらよ。早っ。ボタンを押しただけ？いいえ、早すぎて繋がって聞こえるの。私もほとんど聞き取れなかった。なんだ、足の速さについてこれねえの？だっさ。待って、カンちゃん、聞けた？なんとなくかね。書いてみて。はぁ、あ。カンちゃんならちゃんと聞けてるはずよ。なんか、カンタくんがめちゃめちゃ大活躍会ですね、これね。いいね。遊び方その後、カンタのスーパー能力、きたきたきた！あ、決定キーの長押しになったんだ、これ。地下の信号を聞いてみよう。短い音と長い音を何回鳴ったかは数えよう。オッケー。ごめん、聞いてなかった。聞いてなかった。ごめん、もう一回。わあ、覚えられない覚えられない、助けて助けて、もう一回。ちょっと今、両耳イヤホンします。ちょっと。本気出す。
短い音は5回になった。え？ねえ、何わからない。ちょっとごめんなさい。6回。6回になったわ。オッケーオッケーオッケー。こんなんだったかと。お、すっげえ、ついてこれてんじゃん。じゃあさ、これは？私、もう忙しいんで。ガンちゃん、お願い、聞いて。はぁ、あ、いや、もう一回やんのか、ちょっとこれ。早い。もう勘弁してほしいよ。もうダメだ。短い音の数と長い音の数の差は、短い音の数と長い音の数の差ね。わかった。了解。じゃあ両方聞かなきゃいけないね。オッケー。いくよ。ああ、やべえ。くしゃみで全然わかんなかった。10回ぐらい？知らんけど。あ、違うね。もう一回やる。ああ。ちょっと音を上げて数えます。メモ帳用意しましたよ。ちょっとやるわ。頑張るね。あ、だめだ。ちょっともう一回、もう一回。よし、書いた。と、だから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17だから、11! オッケー！はぁ、めっちゃ時間かかった、これ。こんなんで。うわ、足の最速拾ってんじゃん。私じゃなくて、レイがささやくんで、それをそのまま。すごい、お茶の水。うぎゃ、ハグ？なに？固まった。おーい。固まったよ。ちょ。おーい。あー、びぐるるる。固まったよ。ちょ。何してんですか？決めた。あーし、お茶の水と付き合うわ。何落ち迷ったことを。魂抜かれるよ。お茶の水。取り憑かれてるよ、これ。まあ、取り憑かれたと言っても過言ではないかもしれない。ちょっとさ、チカちゃんをやろうとすると、逆にリポリンがおかしくなる。いやー、これちょっと、なんとかしたいね。はい、タマちゃん。待って、チカさん。私と勝負して。はぁ？あーし、お茶の水と遊び行くんだけど。カンちゃんを連れて行きたいなら、私を倒してからにして。なんでよ。だって、私はカンちゃんの。私、カンちゃんの大切な人だから。え？BGM やば。ちょっと、音下げるの忘れてた。すごいな。何？どういう展開？はぁ？そうなん？そんなこと。そうなの。だから勝負。面白いじゃん。あーしとやんの？モールス電信で勝負よ。打電の正確さを競う。どう？いいよ。でもあーし早いよ。魂雑魚じゃん。あなたの速さ、もう慣れてきたわ。賞賛はある。じゃあさ、さっさとやっちゃおう。ほら、君は羽里恒星じゃないだろう。うわ、やっべ。早く本校から出なさい。ちゅ、
邪魔が入った。明日勝負しましょう。同じ時間無線電信でどう？オッケー、ゴーマルで呼ぶわ。じゃあね、お茶の水また来んね。はぁ、嵐のような女だったな。タマさん、カンタ先輩の彼女だったなんて。彼女じゃないわ、大切な取引相手、コクラセにとってもね。知ってますよ、言ってみただけ。ごめんね、カンちゃん、つい熱くなっちゃって、あんなこと口走っちゃった。珍しいね、魂が熱くなるなんて。私もモールスには自信があったのよ。でもあの子、私よりはるかに早いわ。勝てるんですか？わからない、でも勝負してみたいのよ。めちゃくちゃだよ、私人質気分だよ。元はといえばカンタ先輩のせいじゃないですか。なんて書いてあった？読めなかったぞ。そして翌日、勝負の日。ちょっと飲み物飲みます。よっと、暇つぶしに送ってやっか。足いつも早すぎって文句言われるしな。ちっと手抜いてやろう。魂、本当にああしとやんのかね。いやー、なんかセクシーだな。チカちゃんめっちゃ好きなんだけど、もうこの時点でキャラが濃すぎる。タマさん、なんか楽しそう。タマジが勝ってくれないと困るよ、私。準備できた。あとはチカさんからの更新を待つだけ。準備できたわ。チカさんからの更新、どこで待つんだっけ？ことの葉で。オッケー、ゴーマルで呼ぶわ。ゴーマルって何ですかね？周波数帯域のことよ。50。はーい、魂、チカだよー。来た！うわー、音がブツブツ言ってるだけにしか聞こえないなー。チカさんへ、こちらタマ。大丈夫なのかね。昨日からずっと耳を鳴らしておいたわ。きっといい勝負になる。よし、始めるわ。こんにちは、こちら受信感度および強度良好、どうぞ。あ、これちゃんとこれ言ってんのかな？もしかしてこのモールス信号って。すごいね。全然わかんないけど。帰ってくるかな？カンタ先輩の取り合いって、勝っても負けても虚しい勝負ですね。ひどいこと言うよ、リポリン。まあでも、カンタ先輩の周りって、騒動絶えないから面白いですよ。慰めになってないんだよね。帰ってくるかな？了解、魂。じゃあ始めっか。あら、なんだか昨日と様子が。ええ、チカさん。昨日より遅いじゃない。私も舐められたものね。あーしの言うこと繰り返して。頑張れ、タモさん。おー、即死イベント来た。セーブしましょう。はい。あ、私も何か手伝えるといいんだけどね。遊び方最終回、カンタの支援。チカに負けそうになったらカンタの助けを借りよう。バトル中に下方向キーを押すと時の流れがゆっくりになる。けれど助けを借りない方が得るものは大きいよ。なるほどね、助け借りたくないね。じゃあ私、なるべく自分の力で勝ちたいわ。さあ来て。ちょっと一応音量上げとくか。また聞き取らなきゃいけなくなったら困るし。いくよー。おーおーおお、なにこれすごい。電波の円が塔の先に集中した時に決定ボタン。オッケー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 。
わ、目がチカチカする。ああ。やべえ。待って、今の大丈夫だったの？まずはお手並み拝見ってわけね。今の結構ミスってたけど。今の大丈夫だ。ちょっとマジで目チカチカするんだけど。助けて。まずね、ルールを把握するのにめちゃめちゃ時間かかっちゃって、最初の方めっちゃミス連発しちゃった。ねえ、今日はついてこれてんじゃん。じゃあこれは？普通の更新じゃつまんねえじゃん。たまちゃん行くよ。頑張るわ。コードを変えたわね。それくらいじゃ私は落とせないわよ。OK。制限時間内に表示された信号を打ち返せ。点、左信号、え。あ、こういうことか。さっきのより簡単。あ、間違った。黙っちゃうこれ。左右右左右左右右左、右、あ、間違った。もうダメだ、喋れない。もうこれ、あー、あ、喋っちゃいけん。オッケー、オッケー。まだまだ、こんなものじゃないでしょ。オッケー。結構やるじゃん。お茶の水の彼女ってだけはあんね。んじゃこれ。焦ってる。これ、合わせしかできないんだ。なんだろう？次また違うのが来るの？ん、なにこれ？オーブン、いえ、和文も混じってる。ねえ、カンタ先輩、短い音が減った気がしません？長い音は増えたような。この複雑な信号の謎を解かなきゃ、間違ったら体力をそがれちゃうわ。そっか、これって、なんだろう。暗号にしてるんだ。あ、違うの？え、違うの？そっか、単音と長音逆に打ってるんだ。なんて子なの？あ、そうなの。そっか、単音と長音逆に打ってるんだ。なんて子なの？え、そういうこと？エナジー減っちゃったよ。ちょっと待って、どうすればいいの？左右、オッケーオッケー。え、逆ね？点がどっち？あ、オッケー。逆になったんだ。あー。ででででー。あー。ででで。でででででで。でででで。で、あー。でででででで。でででででで。あー、間違った。でででで。でで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 。でで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 。で、あ、でででで。あ、ああ、助けて！助けて！助けて！許して！ああ、よかった！面白いわ、チカさん！さすがね！ほほ！直して返してきた！面白いじゃん！いいよ、魂！あーしもちょっと本気出す！あーしと張り合えるやつがいるんだ！いいじゃん、いいじゃん！じゃあ、タマちゃん、次何？来たわね。ここからが本番よ。オッケー。セーブすりゃよかった。連打ボタン、決定ボタン連打。地下の電波を。オッケー。オッケー。準備を、12秒。耐え抜け。オッケー。頑張る。おら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 おタマさん、頑張って！カンタ先輩が、没収されちゃう！手がつってきた。余計な力入ってるわ。きっとチカさんはまだ本気を出してない。さすがに手強いわ。まだ？ちょっと待って、一回セーブするわ。はぁ、結構頑張ってたけど。魂のやつ、余計な力入ってんじゃん。しゃあねえな。やっぱ足、早すぎんだな。はい。こうなったら意地でも食らいついてみせるわ。次は何？
オッケー。青は左矢印、右は、ちょっと待って。あ、間違った。なるほど、こういうことか。やっと理解した。あー、間違った。悔しい。くそ。これ、ノーミスでクリアしたかったなー。あ。あー、間違った。やべ。あれ、ちょっと間ができてません？チカさんも疲れたんじゃないかな。殺気が消えてるに。情け無用よ、チカさん。もっと早く。手を抜かれるなんて屈辱。チカさん、本気で来て。いや、本気で来られるとちょっと私的にきつい。さあ行くぞ、チカちゃん。お、いいじゃん、魂。熱いね。オッケー、行くよ。足も全力で行くよ。次が勝負か。任して。頑張るわ。ふぅ。次どうするんだろう。凄まじい霊気、来るよ。ええ、望むところよ。次は、どういう感じ？え、どういう感じ？あ、決定機ね。いやいやー、おチカチカする目が、助けて。助けて。頑張る。今までのが全部来るってことね。ちっちゃくちゃ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 たん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 たたん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 たたたんたんたんたたたんたたたたんたたたんたたたたたん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 たたたんたたたたんたたたたんたたたたん。オッケー。これで連打を耐え抜く。15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1。で、OK。 こうね。いつ逆になるかわかんないぞ。
めっちゃミスしてる。あ、これもう、これ黙っちゃう。無理。オッケーオッケー。逆ね。こっちの方得意かもしれない。オッケーで、オッケー。あと、青が左矢印ね。タン、タン、タン、タッタッタン、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 タッ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 タン、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 タッタッタン、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 タッ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 タンタッ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 タン、あー赤と青がごちゃになる。タッタッタンタンタッタンタッタッタン、あーまた連打。無理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 、指つる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 、あーもうかも。ここまでか。え、なに？負けた？ちょっと。頑張ったんだけどな。カンタ君。あわわわわ。どうしたらいいんだよ。何か手はないのかい？え、ことの葉？この点滅何を意味してる？何？この点滅何を意味してるんだろうね。そうだ、これ。これを撃ってた時のあの女子。これ撃ってちょうだい。え、モールスのメモ？これを平文で？よくわかんないけど、このまま撃ってほしいんだよ。わかった。何？何？カンタ君と戦うってことか。オッケーオッケー。オッケー。うわー、たーん、たたたたたーん、たたたーん。どうですか？あれ？止まった？いえ、来たわ。なんて？ RCUDROT。また会いましょう。大先輩へ愛を込めて。じゃあねー、ちゅ、おしまい。更新終了？どういうことかしら。あたしがあの鉄塔にいた夕方、あの女子が何度も送ってたのさ。すごく真剣に。だからきっと特別な意味があるんじゃないかってに。あの信号、やっぱりなんか特別なんだに。でもさ、ルーズソックスってことはさ、なんか、ちょっと古いよね。でも、アーシって言ってるからちょっと新しいんだけどさ。なんか、ん？チカちゃん、何者なん？ん？お茶の水のやつ。聞いてたんじゃん。チェ。父さんさ、え？父さんさ、すっごく遠いところと交信できるぞ。すごいすごい！お父さんすごい！宇宙だって、もっと先にだって更新できるぞ。すごい！足もしたい！そうか。じゃあ、父さんが向こう側に行って、お前と更新するぞ。やった！お父さんと更新！バーカ。なんか返せって。いつまで待たせんだよ。バーカ。お父さんに送ってたんだ。なるほどね。やった！タマさんの勝ちですね。なんか納得いかないけど。きっと相手も疲れちゃったんですよ。
私の勝ちっていうよりカンちゃんの勝ちね、きっと。私何もしてないじゃないの。ところでカンちゃん、さっきの伝聞の意味知ってるの？ええ、さあ。I love you よ。カンちゃんもなかなか隅に置けないわね。ええー、うわあ、カンタ先輩気持ち悪い。あんなタイミングでこんなメッセージ、カンちゃんって結構キザよね。ああ、なるほど。ああ、愛の告白しちゃったんだ。ん？何してるの、メグ？面白いラジオを聞いていたのよ、リーダー。ラジオ？そんなの普段聞いてたっけ？なんて書いてあったの？勝負の翌日。いやー、除霊も終わって一安心だね。お茶の水、足が来たよー。ええー、あの空気を切り裂くような気配は。足が来ちゃった？あらら、チカさん、また来たの？よう、魂、お茶の水は？いつもは体育館裏に。あ、来たわよ、ちょうど。ちょ、約束が違うじゃないの。約束？なんだっけ、それ。だから、魂を倒さないとって。私魂に負けたわけじゃないし、お茶の水には負けたかもだけど、助けてよ。残念だけど、私は何も言い返せないわ。カンちゃん、諦めて。遊び行こう。やりか。ちょっと、お茶の水先輩を連れてかないで。誰？なに？あんたも彼女？違います。誰？霊感強すぎるせいで、女難だよ、これ。女のなんと書いて女難かな、これ。大変ですね。あらあら、カンタ結構モテるのね。リーダー助けないんです？ほっとくさ、とくらせがバレちゃ困るんでね。それもそうですね。彼もこれで、幽霊以外に興味を持てるといいわね。白輪指導か。うわー、終わったわ。小倉聖数第1話、地下エウレカ。うわー、いや、すごいエンディングすごいちょっとね、このエンディングロールちゃんと見ましょう。プレシャスサポーターズの人たちです。あー、すごーい。いやー、ということでね、短かったですけど、これで小倉聖数はおしまいでございます。これで、いやー、あー、ひなぴよどす出たー嬉しい見ました？今入れ、誰？どうした？興奮冷めやらぬ。失礼します。地下さんより伝聞、発信源は羽里高校です。羽里だと。読み上げます。羽子、目覚めの兆し。以上です。ご苦労様、下がって。はい。ね、どうする？羽里に特に変わった動きは見られないが。あるいは地下でうごめいているか。地下の観察眼は確かだぜ。でしょ？もしも。羽里高校にそのような人物があるのなら。欲しいわね、うちに。
To be continued? おー、羽里高校だけじゃなくて、その、白輪も関わってくるってことかしらね。いやー、最高だったなー、ちょっと。めちゃめちゃアクション要素、あ、アクションだって、アクション要素がすごかったけど。いやー、数年ぶりの新作。ちょっとね、なんか感慨深かったけど、これはもう単発で終わらせたいと思いますよ。ご視聴ありがとうございました。ね、ところで、エンディング見ました？エンディング。あそこ、私クラファンしたんで、名前書いてもらいました。いやー、嬉しいなー。なんか大好きなゲームの新しい作品に、エンディングに、新しい作品のエンディングに名前が書かれるなんてめちゃめちゃ光栄ですね。いやー、面白かった。これで、こくらせは一旦終わりたいと思います。これでね、また新作が出たら続きをね、やりたいと思うので、ここからはまた別のゲーム実況動画でお会いしましょう。それでは、ひなぴよでした。おつぴよでーす。バイバイ。